今のは昨日の雑談で話したあの悩んでる振りね。もう多分変わんなかったから、さすがに。さっ、マット。ういー、はーい、ういー、うわビンゴだ。あ、斜めいな、横ビンゴ、横ビンゴ、あ、斜めも取ってる、ダブルビンゴ、斜め斜め、ダブルビンゴだやったぜ。オラハタと一緒に、はい、エレキからメインホール上がった瞬間に、工藤さんの死体がありました。多分メインからエレキ下ろうとした時に切られたんか、エレキから、多分メインからエレキ切ろうとした時に切られたって感じですね、うんうん、多分今メインど真ん中まで来てるけど光ってないから、はしごへは正しそう。高田さんってどっから来たんですか？俺はあれだよ、貨物から行ってるよ。うん、停電中にアーカイブからシャワーに行く高田さん見てるから。ああ、シャワーの配線から下ってく高田健士とすれ違ってます。あれ最後シャワー奥に行きましたよね、高田さんって行ってる。ああ、そうですね。畑さこ無理そうだけどな、貨物脇診察エレキメイン除染して、でシャワーの奥行くときに畑さこと合流してシャワー奥のタオル拾って、だから、うん、畑さこアーカイブ側から来てるよね、貨物脇だもんね。はい、そうです、そうです。だから名屋さんも無理だと思う。そして旗オラ名屋が貨物脇なんですけど、僕下ルートっす。あ、自転不人脈も無理そうで、停電を僕が直してって、新様とアルマがお互いしろ。はい、スナッパイさんは無理かな。うん、へえ、うん、シャワーで持ってるね。まあ、シンプル不人脈できるよ。え、これガミできます？え、停電できるんじゃないの？わかんないけど、下ぐらいにアーカイブで高田さん立ってるんですよ。え、だって俺アーカイブ脇でラウンジ配線、シャワー配線、貨物配線、キルしてからアーカイブ行く場合はシャワーにいる旗名すなに死人をされずにアーカイブに戻んなきゃいけないから無理じゃないですか。え、だって、いや、できるのか、藤宮はできると思うよ。俺と藤宮がすれ違う、停電なったぐらいですよね。うん、で俺が奥行くときに目旗が奥から出てきてるから、あのすれ違わずに交差ができちゃ う。いや、僕あの最後シャワーでタオルタスクしてるのをスナパイさんが見てんじゃない。手で開けたはず、うん、うん、アーカイブの下側から触って、でもメイン側から来ない限り藤宮ってどうなってるのこれ。シャワーに入るときってどっから来たの藤宮は。僕はアーカイブ脇で工藤さんと、まあまあいっぱいいたけど、本タスク、シャワーのタオル回収、アーカイブ、シャワー、停電になったからアーカイブから昇降機右に行こうとしたけど、その道中誰かと会ってる？直ったから戻った。いやでもタオル回収した後にアーカイブ行ってるんだったら、そうそうそう、多分その後に俺と畑さこがシャワーの奥に行ってタオル回収してるんだと思うな、うんうん、俺が行く場合絶対名畑さこと会うでしょ。メインから行ってるから会わない。あ、じゃあ畑さこだから俺がシャワーメインで行く場合は、どうなるか。あー、高田さん、高田さん、
え？これ死ぬのか。めっちゃ直近やなこれ。魚さんは無理だと思うよ。メキル無理そうってこと？うん、どっちも無理。多分魚さんしてて俺も無理だと思う。俺は米サバが入ったタイミングの5秒後ぐらいに明夜が上がってきていて、あのボタンは画面じゃなくてその普通の視界で見てるから、ミーティング奥で明夜がやってるのは確認してるから。でしかもあの僕エンジン脇で宿舎金庫って言ってるんですけど、金庫タスクをしてる最中に多分宿舎の扉が閉まってて、今宿舎の下の扉だけ閉まってる状態なんですよ。左右開けて入ってきてるから、ジミはセリフ使用するんで、ショッテキルがオラフ君のセルフかガミさんしか残ってないです。いや、オラフ君これ絶対切れる。じゃあガミさんと対抗でいいよ。さっき使用しなかったのは俺が絶対白出る状況だと思ってたから。あ、お前込み直したんだね。はい、その人が高田さん切る絶対無理。ね、アルオーラで今シャワーとメインのドアを開けて左に走っていくときに高田さんがシャワーの奥に入ってたんだよ。うん、だマジ直近でシャワーを置くぐらいで死んでる。高田さんまたシャワー行った。高田さん、まあ、シャワー奥に行くのを見送ったんだよね。そうです。メイン側からって感じ。いや、アルタカは一緒にアーカイブから降りてきていて、シャワーにで、オラフ君と一緒にシャワーメインを開けてって感じ。これ初手切るってガミさんってどうなんでしたっけ。アルオーラーメインが割と浮いてて、停電入るかどうかぐらいに魚さんと武器庫あたりですれ違って、その後展望でアップロードして、最後は石油。このターンどこですか。このターンは今エンジンの一文字目の運の下。うわー、スナッパイさんとエレキであった、うん、エレキでガミさんと会ったから、ガミさんがメインからのアプローチだったら届くな。ジミヤはやっぱ初手はスナッパイさんどのくらいで上がってる。いや、僕は 100% ないと思ってますよ。じゃあごめん、メインだったら、相当タイムイートだったと思ってるんで、最初の議論も。いや、俺に時間を使ったやつらがタイムイートしてる。あれ、それをシェリフの一言で黙らせられたと思うんで。いやいやいや、ガミさんエレキからメインに上がって切るはね、無理だよ。あの、ドア閉まってるから、メインシャワーの。ああ、だって。いや、まあまあまあ、俺視点はまあ名スナハタは一応あるけど、まあもうガミさんに入れるしかないから。ないか。え、アルマくんどこに入れた。まあもう藤神の対抗だと思うけど、ガミさんが宝さんの方できないと思うから僕は藤見。ああ、じゃあ僕も合わせるわ。まあまあ負けだねこれは。うわー、わかんねえけど俺も藤見の乗っ取りのがあるかって思っちゃったな正直。まあガミさんがクルーなら名安な場合ハタサコだから一応。おお、割れるんだ。ラインがないなら宝さん級できるの富士砂しか残ってない。オッケーオッケーオッケー。じゃあ俺三陣外追うわ。ナイス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 。これ表聞いていい？俺は藤見入れてるよ。神さん入れました。神さん、魚も神さん、アルメオラ神が藤見やから。いや、俺はシンプルに初ターンの疑われて、まあ、アルマ神を追わないので、アルマってサボ直してるっけ。神様と一瞬白取った時に直してる。で、アルオラはさっきのターン逃げるできないから、すみません、白アピになるかわかんないですけど、今のターンコミュサボは僕しか待機してませんでした。うん、いや、リアクター右直したんですか。魚です。あー、オッケー。左が三陣外追ってるから、うん、ガミさんは一旦外すわ。一旦というかもう外すわ。え、ガミさん外すの。いや、初手切るスナパイさんがやってるケースはもう名やハタサコも陣外になる。その線を追うこと。ハタサコ、まあ、高田さん、高田さん視点でシャワーの奥から名ハタサコ一緒に出てきてるっていう意見が出てて、まあだからそれは初手切る目と2切る目が別の線はあるんじゃないの。そのタイミングで出てきてる時にスナパイさんと会ってて上に行ってるから僕はスナパイさんできないと思ってた。時系列的にできないと思ってた。まあまあ、プラス藤宮もとハタサコも陣外になるから。宮ちゃんって表確認した上で、俺とハタサコと宮さんの3陣外を奪えて、ごめんごめん、ちょっとスナパイさんとの対話をする気はない。あ、じゃあ藤宮と対抗で。俺が今疑われてる状況だから俺が話したくて。わかった。俺がアーカイブ空きなのハタサコ、あ、ハタサコも陣外か。あのさ、富士宮目線でさ、うんうん、2キル目スナパイさんがあるのは全然わかるんだけど、その初手キルは1キルだからスナパイさんがやってない可能性はあるんじゃないの。うん、
まあでもスナパイハタサコを追うしか俺視点はないから。え、ガミさんを追って。ハタサコ名屋を追って俺が別に白の可能性不死身屋視点でないの？ないんだったらいいよ。いや、そうなんだよな。うん、俺不死身屋がね。え、俺不死身屋の視点を信用してたのは。武器庫上を開けてる。うん、藤見は俺と会話できないと思うけど、俺から一言だけ言うね。俺が最初に藤見は無理そうって言ったんだよ。人外力しかないから、ナパイさんと対話するのがいいとになっちゃうと思って。そうなんで？これどうしようね。藤見に入れざるを得なくなっちゃう。これだって。初手切り立ち返るんだったらガミさんでいいかなと思ってるんだけど。あ、そう。え、だってアルマ目線。ちょっと俺もね、混乱してるから。俺任せるわ。キルは絶対できない。任せるわじゃあ。だったら受け入れガミさんじゃない？じゃあガミさんに入れるわ。俺視点でちょっとあんまり。今整理できたね、正直。ってなあと、みやちゃん、一回今冷静に聞いてくれ。うん、俺が最初にみやちゃんを白だと思って、うんね、最初に言った順番だね。改めて思うと、スナパイさん、初めて思う。いや、これわかんねえな。藤宮迷ってるよりも、ボタン押せたら話すわ。いや、これはいいね。いい感じだね。はいはい、はい。おお、ボタン押せるんか。サボもならん。あ、もうなんか。うん、僕、藤宮インポスターはないかなって思ってるんだけど。したいだとしたら、神さんしかない。一回冷静にもう一回話しない。ごめんごめん。あ、いや、藤宮が、マットかシンシェリンをどっちかだと思ってるから、昨日は宝さんキルができるスナパイさんに来たかった。うん、なるほど、ね。オッケー、アルマ君にも、じゃあ、俺からの弁明をちゃんとするんだけど、はい、俺、ガミさんとエレキですれ違ってんのね。で、俺がバイタル側に行ってダウンロード始めてます。ガミさんはエレキの方に行ったように見えてる、俺はね。ドアを開けてエレキに入ってったように見えてる。で、その後、メインシャワー館の扉が閉まってるっていう情報がアルマ君から出たと思うんだけど、はいはいはい、俺がダウンロードしてる間のガミさんの動きは俺は知りません。まあ、ガミさんはそのアルオラ目線でシャワーに入ってこれないんですよ。ドアが閉まってる状態だから、メインシャワー館の、うん、だから貨物の弁当とかアーカイブの弁当からの再侵入、もしくはもうすでにシャワーにいるケースを考えてるんだよね。貨物周りしかないですね。アーカイブからあるならば、俺がバイタルでダウンロードをやっている間のガミさんの動きが分かりません、僕は。スナーパイさんをスルーして貨物弁当ってことですよね。僕が左に行くガミさんを見た上で、もう右からのアプローチしかない状況が作られていたとしたら、ガミさんはできます。まあ、要はガミさんに白が打てないってことですね、高田さん。その通り、僕は藤宮を基本白だと思ってるから、うんうん、藤宮スナパイっていう欄にされたので、それは否定はしたかったので、も会話ができなかったっていう流れではある、うん、なるほどね、うんうん、あと三人が否定したいのが、僕藤宮が最初メイン屋さんスナパイさん高田さんに攻められた時に、僕は藤宮白っぽいって、あのスナパイさんが見てるんだったら藤宮は白あるよっていうことを言ったのと、うんうん、ね、次、2キル入ったターンに僕コミュを直してるんですよ、単独で、うん、はいはいはい、あのターンって藤宮思い返してほしいけど、結構ギリギリだと思うんだよ、直近、うんうんうん、超直近、あれはあの時俺はまあ即直し即切るしかないから、俺もインポスターで置くんだったら、まあ三人で、ね、させてほしいわ、うんうん、いいと思うよ。結局みんなが藤宮新勢で置くんだったら、結局ガミスナローラでいいと思うんだけど、割とこれ初手切る、いや初手切るはガミさん、ガミさんって感じなんですか、釣ったのって。これガミさんじゃない、初手キルで、あ、工藤さんね、まあ、藤宮の悩み方が新っぽいって置くんだったら、まあ、ちょっと整理がね、うん、全くできてなかった。じゃあもう藤宮君は初手キルじゃなくてガミさんローラー高田さんの方ね。どうするなんか押すとなると、アルマもなんか怪しくなる、見えちゃうから、一旦好き。いや僕アローラで確証取ってるし、マットもないから、うん、もう一回ボタン押して藤宮誰かに打ったりする、一回誰に打つかの議論をしたいかな。オッケー、もう僕ボタン押してるんで、これもボタン押してるよ。いきます。いや、やれよ、決めろよ。はたさこ。もう、サボ鳴らしてやってくれ。頼む、サボ鳴らしてくれ。頼む。もう無理だよ、これ。まずいよ、このままだと。負けるぞ。鳴らせ、サボタージュ鳴らせ。いや、どう？ほい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 。ほい。一応8人満面で4-4スプリットになった日のガミさん、あ、俺投票してほしい。俺。僕ある目オラガミ。ある目オラガミか。うんうん。
これ込み直しあれ魚ああもう魚さんの言うことをに従います。うん、神さんインポスターで言ったら魚さんが一番最初に言ってくれたから魚さん白で。俺はね、不死身をあんまり疑ってなくて、うん、懸念があったのが名屋のマットぐらい、あのキルができない人物だからマットの可能性があるから不死身を押してるのが違和感ではあったからガミさん釣りを押してるんだけど、不死身疑う点がねあんまりなくて、初手キルそもそもキルできない、まあ高田剣士からはキルできるかもしれないって話があったけど、スナパイとシル取り合っててスナパイの対抗を上げてるから意味不明だし、そんなになんか1キル起こってる状況下で不死身のシェルフって別に出なくても違和感はないから俺はね。だから不死身のシェルフは基本信じてたので、不死身目線の陣が1たらいいんじゃないかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、標的に怪しいのは名アルオラで、アルオラがガミさんを弾いてスナッパーさん行こうとしてたから、まあ、そこのラインはシンプルにあるよねっていう、うん、まあでも多分キルができるっていう、もう単純にね物理的に可能位置っていう意味で言うならガミさんとの対抗をするなら俺かオラフ君のどっちかやと思うわ、釣るべきは初手キルも含めるとね、うんうんうん、あ初手キルね、どっちかのキルで抑えるにしても、でも初手ってフジミヤとスナパイさんってなんかシャワーの上で見合ってじゃないの、あれ違う、これはね定年明けにシャワーを上がってくるスナパイさんを見てるから、俺視点はまあメインで切れるなって思ってたけど、黒決めてるってこと、いや黒じゃない、じゃなかったら負けてない、あのね、唯一気がかりなのがガミさん目線において、あの時って小見サボなしのガミさんだけっていうのが本当の主張だったら、まあ、なんか小見にいたのがガミさんだけで、うん、鳴ったのがリアクターだから、あ直した日じゃないよ、直し、あそうそう、リアクターの日じゃない、畑迫の日だ、じゃあ一個、そうですね、うん、基本ね俺ねあんまりなんかその疑いが向いてないから不死身目線立てないから、不死身は基本まあ表で怪しいのは名アルオラで、まあオラフ君よりはまあ一旦じゃあアルマ行使しようかな。はい。で自爆した場合はなんか変な進行だね。うん。メイハタスナの三人会を僕は追ってるけど今メイヤさんの機能してはそう見えるのは分からなくはないわ。俺は昨日それを否定したつもりだったけど。うん、いや昨日のメイヤさんの僕への矢印でそう思った。いやアルマ視点が俺はおかしいと思ったから、普通にアルマの誘導はおかしくねって思ったよ。スナパイさんに何がおかしいか教えてほしい。いやそれ話すよ、じゃあ。別におかしくない、おかしいだろ。だってスナパイさんは畑迫から白、俺目線畑迫が白っていう主張をしていて、その畑迫からスナパイさんもシャワーにいたっていうんだったら、スナパイさんは初手キルができない人物なんだから、初手キルができるのってシンプルにガミさんになるよね。だから別に俺の主張何もおかしくないけどね。まあ、それ結局そっちかな。いや、そうなんですけど、ね。ああ、すみません、サボが噛み合わなくて。いや、そう、サボたち。まあまあまあ、早くしてくれーと思って。はあ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 。初手がいい感じに繋がったみたいな感じですかね。畑迫が多分メインで切ってんのかな。で、その後、そうじゃないかな。で、高田さんと奥から来る俺らがすれ違ってって感じかな。で俺からスナパイさんをのしろを出したみたいな。はいはいはい、そうね、フォローありがたかったあれ。